久保さんいやーみんな続けられないですよね暗いな暗いですか、まあ、大丈夫かちょっと暗いんですよね明かりがはいここ明るいですね、はい、この男のね男の聖地ですよはいまああのネット回線ってどこでもあるんで今結構どこでもありますよね <laughs> 今ね、外で撮ってた動画をここに来てアップロードしてたんですけど。まあ、あとコンサルもあったんで、ここでまさかのコンサルしてるっていうね。<laughs> まさかの <laughs>。金太郎でコンサルする男、まあまあいなくないですか <laughs> 金太郎かまあ、いろんなのあるんですよ。ですよねこ。こういうティッシュが置いてあるところが。その、隔離されてる。便利ですよ、今。本当に。ありがたいですね。 だからまあ、あの、続けるっていうことなんですけど、まあ、ほとんどの人がやっぱ続けられないんですよね。これなんで続けられないかっていうと、うーん、続けられない言い訳をするっていう。<laughs> 続けない言い訳をするっていうね。うーん、やろうと思えばどこでもできるんで、なんかあの、さっきアップしたんですけど、あの、外でね、あの、撮ってた、外で撮ったんですけど、だから今 iPhone、これ iPhone で撮ってますけど、別に iPhone あればどこでも撮れるんで <laughs>、 あのー、外で撮って、ただネット回線がね、場所を探せばいいわけですよ。まあ、ちょっとこれ3時間パックでね、DVD D もちょっと借りましたけど、こ見るのか見ないのかは、ご想像にお任せしますけど、<laughs> まあ3時間あればアップロードもいけるし、コンサルもできるし、ね、しかも防音ですから。であとは、動画も Wi-Fi 早いんで、ここ、まあまあ、動画もアップロードできるし。 まああのねノートパソコンをねこんな感じでね、はいはい、ノートパソコン、はい、だからもう今はねどこでもできますね本当に <laughs> どこでもできるのにどこでもなんか言い訳なんですよねだから続けられない言い訳をみんなするんですよまあ別にいいんですけどうんそれはそれでねでもうん やると決めたらやればいいだろうし <laughs>。で、やると決めてやる環境は今あるわけです。探せば。うん。だから、まぁ、15年前なんかないですよ。まあ,あったかな久保さんありました。なんか久保さんあったら言うてたですけど、ネット回線はね、まあ無料でフリー Wi-Fi 飛んでないですよ。しかも,も、15年前のネット回線なんか重いし、まあ、YouTube なかったしね。YouTube もそもそも15年前は、15年前はなかったですよね。10ちょっとかな 多分、買収したのは、グーグルが買収したのはいつだっけなうん。まあ、こんな感じで。まあ、あの、続けられない、続けられやすいことをするっていうことも大事なんですけど、続け、続けやす、えー、いことをやったとしても、続けないと。<laughs> うん。続けにくいことでも、続けやすいことでも、結局続けないと。なんで続けないかっていうと、続けない言い訳を、 みんな多くの人は99%まあ99.999% 99の人が何々でできません何々でどうのこうのとかね時間がないとかお金がないとか何、えー、だろうな会社が忙しくてとかねあのいや取る場所がないとかねね <laughs> やろうと思えばマジでホント僕ね あの宗谷岬、北海道の最北端ですよ。宗谷岬ってとこ行ってきたんですけど、そのね、道の駅にフリーワイファイありましたからね。<laughs> もうほんとね、道の駅今ね、ほとんどフリーワイファイありますしね。まあ道の駅のフリーワイファイはちょっと重いですけど。うーん。だけどこれもうもっと時代が進んだらね、道の駅のフリーワイファイも草早くなるだろうし。まあ場所によっては早いとこもあるでしょうけどね。うーん。だからまあ、 やろうと思えばできます。なんか大事なことは、なんかその好きなことで生きていくとかね、いう YouTube がこう出てきたとき、流行った言葉ありましたけど、好きなことであろうが、嫌いなことであろうが、決めれば、決めて、それを守れば終了。<laughs> やるって決めて、そのやることを守れば、やれるんですよ。そうじゃないですか。だから会社に出社、会社に入社してね、 いや今日めんんどくせせえなと思っても言っててもませんまあ今コロナなんでねちょっと微妙な部分あるかもしれないですけど在宅ワークのあるかもしれないですけどどうでしたあのー、言ってたじゃないですか、うん、なんかやる気があるとか、うん、仕事が好き嫌いとか関係なくやってたじゃないですかやってるじゃないですか,だから結局その優先順位だと思うんですよねうーん 僕の中で動画を撮るっていう行為に関しては優先順位がかなり高いのでもちろん自分の今プライベートもありますので、まあ、今移動しながらね、まあ、今日ちょっとあのー、人とお会いしたりとかしてたのであれですけど、うん、でもそれでも隙間時間あるわけじゃないですか <laughs> 作ろうと思えばね、まあ、僕道のなんかち,ょっとちょっと撮影場所探しましたけどでも道でやってましたからねあ普通になんか通ってましたから 人。あの動画、あの映像残ってると思うんですけど,だど、通ってますよ。関係ないですよ。でもみんなそ、いや、そんなあの恥ずかしいとかね。関係ないですよ。じゃあ恥ずかしい、じゃ上司からね、お前プレゼンしろと。今度の企画会議プレゼンしろ。いや、上司恥ずかしいんでできませんって言いますか。恥ずかしいとか関係ないですよ。やるかやらないか。終了 <laughs>。やるかやらないか。その一択でしかないですね。 なんかね、もう複雑に考えすぎというか、複雑にしすぎなんですよ、自分自身で。やるかやらないか、やると決めたらやる。それだけでいいんですよ。これは僕がいろいろ勉強して、いろいろな経験してきて、結局、シンプルイズベスト。僕の吉谷拓郎公式ブログのサーブキャッチ、シンプルイズベスト。もうこれです。もう、世界はシンプルであると。アドラー心理学でもね、世界はシンプルであるって説いてますけど、本当はシンプルです。本当それだけです。 昔ね、結局やる人が全てを手に入れるみたいな本もありましたけど、本当にその通りで、ね、本の中身いらないんですよ。だからその Amazon レビューでね、これってもう本のタイトルに答え出てませんみたいな。本の内容いらねえよ、みたいな。そう。あれ、だからタイトルで30万部ぐらい売った本じゃないですか。すごいっすよね。タイトルのみです。多分ね、僕が知ってる限りだと30万部は売ってると思うんで。 でもね結局すぐやる人が全てを手に入れるという本を手に取っても結局すぐ,すぐやらないっていうね <laughs> 30万人のうち何パー結局すぐやる人間になったんでしょうね分かんないですねうんだからそのまあ与沢さんも言ってたような気がしますけれどもん他人に嘘をつくよりかは自分に嘘をつかないっていう生き方をしてる人の方に集まります だ他人に嘘つくとか他人にどうのこうのではなく自分自身に正直に生きてる人に生きます。これは本質的な部分ですね。僕、与沢さんの有料,か有料の入ってないので分かんないですけど <laughs> うん。自分に嘘がない生き方をしてる人に今後は集まります。これは間違いないです。これは時代の流れです。そういう、そういう風に潜在的に、あの、 そううなりたいいっていう願望は絶対あるんですよだけど結局自分に勝てなかったりとか自分が決めたことを守れないっていう人が多いのでこれが9割9分なんでだから自分の言ったことを遂行してる人が輝くというか憧れるというかうんまあそういう時代になってくると思います僕もまあ実際僕は肌で感じてますけどね、うん、だってこの少ない再生数でね借金2000万返して親にね BM プレゼントして、まあ、自動車で来ましたけど親の分もね <laughs> そ,う、うん、それはある一部の人があそういう姿勢にを支持していただけるとただそれだけですよねでなんでその,その当たり前なシンプルなことなんだけども支持をもらえるのかっていうとそのシンプルなことができないんですよ かりますシンプルな当たり前のことを当たり前のごとくやる言葉で言うのは簡単なんだけどなかなかこれできないんですよね例えば2021年の目標を決めましたねじゃあその目標通りに今遂行してるのかその目標を叶えるために日々一生懸命やっているのかほとんどの人ができないんですよだから言ってることと行動を一致させることがなかなかできないんですよでもこれ言ってることと自分が思ってることを言,ってる言ったことこれと行動が こうイコールになってる人ってほんと少ないです。うん、ね塾に入るじゃないですか高学塾に入るじゃないですかよし絶対やるぞと思ってもそれが続かないんですよ。自分が決めたことが続かないんです。だから続いてる人がすごいなと思われるんですよ。つまり続ければすごいなすごい人になれるんですよ。<laughs> ね <laughs> でもやってること大したことないですよ。ただ iPhone スマホ持ってるでしょ た、うん、だ,ってだってそれ動画撮るだけなんでじゃあそれがすごいことなのか僕からするとすごいことじゃないんですけどできない人からするとあ自分にはできないなこの人は何でできるんだろうってなるだけですよ <laughs> うん,なん自分の普通をアップデートしろで終わりましょうかいってらっしゃい